嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに不快感を覚えた自分に驚いたなですか謝像って一つくのやめてもらっていいですかそれは明らかになってあなたの感想ですよねなんかそういうデータあるんですかあ、それはでもそういう風にしか理解ができない知能の問題だすあ、ごめんなさい <laughs> <laughs> で、えっ、ー、と、まあ早速タイトル回収しちゃいますけど えー、望んで使い捨てになる人たちというタイトルに今日したんですけどあのとねあざとくて何が悪いのみたいなタイトルの番組でテレビ朝日のやつに出てでそこであの田中みな実さんと弘中アナウンサーとあの何かキャンディーズの山里さんがいるみたいな番組だったんですけどでその,あの遅刻をしないということを誇る人になんかあの能力値の低い人が多いよねみたいな話を僕したんですよでなんかそれの記事が ヤフーニュースに上がっていて、なんかコメントが1400個ぐらいついてたんですよね。で、まあ、案の定なんですけど、あの、その、遅刻をする奴は、あの、要は、あの、和を乱すから良くないとか、その、遅刻をする奴がいたら、なんか自分の仕事が遅れるから嫌だみたいな、その、ま、だろうなあの、遅刻をするということで、何かその、自分に不利益があるというタイプの人が、割とその、文句を言ってるんですよね。で、その、 誰かが遅刻して不利益があるようなタイプの仕事をしてるという時点で、そんなにいい仕事じゃないことが多いんですよね。まあ、あの、なんか、その、例えばじゃあ、飛行機のパイロットって、よく飛行機遅れるんですよ。 なんか飛行機って、あの、なんか10分遅れますとか、なんかあの10分早くなりますとかもあったりするんですけど、でも別にじゃあ飛行機が10分遅れてるからといって、世界中で何かこう飛行機業界で困るかっていうと、まあ、ある程度ちゃんと来た方がいいけど、まあ別に遅れるよね、そんなもんだよね。じゃあパイロットっていくらもらってますかっていうと、まあ、東南アジアでもない限りは、もう世界中どこでも年収1000万ぐらいもらってんじゃないかな。ちなみに日本だと JAL とかなんとかだと確か3000万円ぐらいいくと思うんですけど、 で、そのなんか、あの、電車のその運転士とかだと、なんか1分遅れても大騒ぎみたいなので、で、電車の運転士だと多分、まあ、40代だと年収1000万いかないと思うんですよね。で、あの、遅れても OK なパイロットだと年収3000万いっちゃうみたいな。 でまあ、あの何が言いたいかというと、その例えばじゃピザ屋とかの店員って、遅れないようにするみたいなのでも、まああのま、遅れても別に今罰金みたいな,なんかピザただないとか制度はないんですけど、でも結局そのピザ屋の店員って、あの時給多分頑張っても1500円超えないと思うんですよね。なのでその、あの要は時間を守ってこの成果を上げますよっていうのを売りにしてる仕事って、残念ながらあの大体可能なんですよ。交換可能。 なのでじゃああなたがいなくなっても他の人がやれますよっていう仕事なんですよね。で逆にあなたがいなくなるとめっちゃ困りますっていう仕事って給料高くなるんですよ。 なので、その、なんか遅刻をしないということを売りにするんじゃなくて、ある程度成果が上げられるから、俺ってこの会社にいる価値あるよねっていう形にしていかないと、ずっとその交換可能な安い給料で働き続ける人になってしまうんですよね。で、まあその安交換可能な安い給料で一生懸命働いてる人が、なんか自分のプライドを傷つけられて、そんなことないんだ、時間守るのが大事なんだ、なんか遅刻とかしてるやつは社会人資格なんだ、とかって言いたい気持ちはわかるんですよ。 でも、残念ながら、あなたたち給料低いし、じゃあ10年20年経って給料上がりますかって上がりませんよねって話になっちゃうんですよ。まあ、JR は別にして、じゃあその親は時間を守れるだけですっていうのであれば、別になんかじゃあ運転士みたいな仕事って20代でも運転手をやる人がいるわけじゃないですか。で、じゃあ50代でも運転士やってますと。で、同じように時間を守る仕事ですっていうので、じゃあ年収3倍つくかっていうとつかないわけじゃないですか。 要はその20代でできるような仕事を30年やって50代になってましたっていうだけなので、なのでその時間通りにできますっていうのは、 ま、そのなんか、えっ、ー、と、その100メートルを9秒8で走りますっていうのを時間通りというのであれば、それはすごいと思うんですよ。他にそんな速さで走る必要ないからね。でも基本的にはその時間に間に合わせるっていうのって、その誰がやってもそれなりに間に合わせられるよねっていうのをこう、じゃあ早く来ればとか時間に間に合わせればいいよねっていう話になっちゃうんですよね。で、じゃあ新幹線がその1分もた,た、あの遅刻遅れないですごいよね、日本っていうのは確かにすごいんですよ。 多分あの世界で一番そのあの速さと時間の正確さでいくと多分新幹線を超えるものはないと思うんですけど、ただ、それ、そこまでの、 そのなんかあの時間かっちりさせることで、じゃあ新幹線めちゃめちゃ高い値段取れるかっていうと取れないんですよ。なのであのすごい頑張って、あの時間に合わせるっていうのやってたので JR の職員さんたちはめちゃめちゃ頑張ってると思うんですよ。でもその分じゃあすごい高い金額取れるかっていうとそうでもなくて、他の国の高速鉄道ってめっちゃ遅れたりするんですけど、他の国の高速鉄道の乗員の方が給料高かったりすること多いんですよね。あの前にもちらっと言ったかもしれないですけど、フランスに t j b っていう新幹線みたいなやつがあるんですけど、まあ、よく止まるわ、ストーするわっていうので、あの、職員みんな働かないみたいなのがあるんですけど、 でも、あの、50歳ぐらいで引退して、で、そのと、引退当時が800万円ぐらいの年収もらえて、で、引退してから死ぬまで、引退時の、えっと、6割かなだから480万円ぐらいずっともらえるんですよね。年金として、50代で引退して。っていうぐらいお金がもらえるような仕事だったりするんですよ。っていうのもあるので、その、外国って結構適当でもちゃんと回ってるんですけど、 でもなんか、日本ってその、日本基準で合わせがちだったりするので、なのでなんかこう、いかにその、交換可能な人にならないかっていうのが大事な気がするんですけど、でまあ、あの、今回を望んで使い捨てになる人たちっていうタイトルにしたんですけど、お、止まったと、うん、いうわけで、あの、まあ、別にあの、なんか今の仕事大好きですという人であれば、好きにやればいいと思うんですけど、 あの、なるべくその、成果を評価されるような仕事を選んだ方が、あの、20代、30代の人はいいと思います。そのなんか、あの、50代とかの人であれば、もう逃げ切るしかないので、今の仕事をやり続ければいいと思うんですけど。なので、あの、なんか、遅刻しないことが大事だよとか、そのなんか、あの、遅刻をしないで成果を上げるやつの方がいいよねとかっていう人いるんですけど、 あの残念ながら優秀な人ってあの遅刻をしないで成果を上げる人って余力を残してるだけなんですよね。 例えばじゃあ、その、えっと、3日で終わる仕事っていうのを、必ず3日ごとに締め切り守ってあげられる人って、多分余力があって、締め切り2日ごとにすると、なんだかんだ言ってできたりするんですよ。っていう感じで、優秀な人って、どんどん仕事が入ってきて、どんどん早くこなすことによって、結果、締め切り伸びちゃうとか、前の打ち合わせが伸びて、次の打ち合わせ出れないとか、必ずあの、時間に、どこかに、その、なんか、要は時間って、その、予想通りには必ず進まないので、予想通りに必ず進んでると ってそのの会会議議って必要ない会議の時ない時んですよいやそのなんかお,あのお偉いさんが集まってなんかうんうんって言って反コースだけの会議とかであればもう1時間で必ず終わるので次の予定にはあのなんかあのぶつかったりしないですけどちゃんとものを決める仕事の会議をしてる場合ってやっぱり会議って伸びたりするんですよ。 で忙しい人だと伸びちゃって次の予定も伸びたりっていうのがあるんですよ。なのであの毎回時間に合わせてその成果物が提出できるやつってあの人に仕事を与えられてないか暇なやつか、まあ、期待されてないやつなんですよね。要はあの期待されてる人ってこれもお願いこれもお願いっていろんな仕事が来ちゃうんですよ。でそのなんかギリギリでこう時間詰めてやるので何かが伸びたらそれが後ろに影響するっていうのでその遅刻したりっていうのが当たり前に起こるんですよね。 なので、あの、遅刻をしないままで優秀な人で、人にいろんなものを頼まれてる人って、あんまり僕聞いたことないんですよね。なので、まあ、あの、そう、あまあ、ハンターハンターを書いてる富樫さんとかもそうですけど、なので、あの、遅れまくってる面白い富樫さんの漫画読みたいか、なんか、あの、そこら辺のウェブ漫画みたいな、あの、なんか必ずこう連載ちゃんとやってるけど、誰も読んでない漫画どっちが見たいのかみたいな話になるんじゃないかなと思いますけど。 46歳中学生教師です部下が4人できました注意しないといけなかったり教えないといけなかったりいろいろとスレスを溜め込んでしまうタイプですスレスを溜め込まずに楽しい職場したらですがどのようなことを心がけたらよい,いでしょうかまた何を自分の感情のマネジメントできますか教えてくださいえっと注意しないといけないとか教えないといけないと思ってる時点で多分無理ですその要は この人はこうならなければならないって考えて自分の思い通りその人がなってないって必ずストレスが溜まるんですよ。なので、あの、注意はしなくてもいいと思うんですよね。その人が困ったら、あ、困ったのじゃあこうやったらもう困らないよっていう形で、その、その人が困らないように先回,回りをしていろいろ教えたり注意したりって多分なると思うんですけど、あの、困らせちゃっていいと思うんですよね。で、困った後に助けるっていう方が実はストレス溜まんなかったりしますよ。 で、あの、ま、中学で、その、まあ、あの、授業の教えてる内容が間違ってるとかとさすがにまずいんですけど、あの、ま、子供相手って必ず問題起きるし、で、で、あの、子供相手って、ま、その、バカにしてるわけじゃないですけど、あの、結局その、人間相手の仕事なんで、あの、完全な失敗ってないんですよね。要はその、先生が失敗してるというのを見ることも、その子供たちにとっては学習だったりするんですよ。あの、僕、その、 学校の先生ってかなり下に見てるんですよね。その、社会に出たことがないくせに子供に対して偉そうなことを言っていて、で、実際お前ら社会のこと何も分かってないじゃんっていうのは子供の頃から思っていて、で、大人になっても、いやいや、お前なんで経済とか教えてんのって思ってるんですよ。いや、その、あの、社会に出てないくせに経済を教えられるってちょっとおこがましくねって思うんですけど、でもまあまあまあ、そういうもんじゃないですか。 っていうのが、ただ僕はその僕の関わった教師が無能だったので、あこいつら、あの、子供に対して偉そうに言ってるけど、無能だなっていうのが分かってたんですよ。なので、その無能な人が言ってることも当てにしちゃいかんよねっていうのがあったので、基本僕、学校の先生が言ってることってほぼ真に受けてないんですよね。なので、遅刻しない方がいいですよって言われたんですけど、はいはいっていうので、まあ、今も僕、遅刻をしたまま生きてるんですけど、何の問題もなく生活できてるんですよ。 あの、まあ、世間的にはその多くのその、なんか、正しいことを言いたがる大人の人って、その、遅刻しない方がいいですよって言うんですけど、でも、あの、遅刻をしないことよりもっと大事なことがあるんですよ。その、あの、その、外形的には、成果を上げて、さらに遅刻をしない人の方が確かに優れてるんですけど、遅刻をしないことより、成果を上げることの方が大事なんですよ。なので、その、 あの、成果上げられるんだったら、遅刻なんかいくらでもしていいんですよ。なので、本当に重要なのは、成果を上げることなんですよね。っていうのって、学校の先生は言わないんし、教えてくれないんですよ。なので、その、じゃあ、めちゃめちゃ言う、例えば、じゃあ、その、大谷翔平っていう人が、遅刻しますと。で、クビにします大谷翔平。<laughs> もう、もう、あの、30分遅刻してもいいと。もう、試合来てくれれば全然いいですってなるじゃないですか。それは大谷翔平だからね。 なので、その遅刻をしない無能と遅刻をする有能だったら、まあ普通遅刻をする有能を雇うよねっていうのは社会史当たり前なんですよ。でも学校の先生は、そう、社会に出たことがないので、遅刻をすることがすごく悪いことのように教えて、成果が上がることがそこまでいいことだというふうに言わないんですよ。 なんで、あの、僕、その学校の、まあ、あの、勉強全然しなかったんですけど、テストの成績はそこそこ良かったりするんですよ。なので、遅刻はするけど、成績はそこそこ、あの、学校のテストの成績はそこそこ良いっていうキャラだったんですよ。で、その、要は、成績がそこそこ良ければ、遅刻なんか超どうでもいいっていうのが社会なんですよ。っていうのを、あの、残念ながら教育の現場では教えないんですよね。まあ,そのせあの、その、評価も、その、成績も取れないだったらさすがにどうかと思うんですけど、はい。 っていうのがあったりするので、なので別にあの、その、先生がダメなことっていうのが、実はそれがその、子供にとっては、あの、学習、あの、学べることだったりもするので、だから、先生が完璧でなければならないって考えなくてもいいんじゃないかなと思います。はい、大谷翔平、10時間睡眠らしいよ。そうなんだ。へー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。 オッケーオッケーチューフォースノーやかえるのつらいでん,、ね、んですか。<laughs>